西門町の一西門町は台湾台北四万岳にある商業地区。最新の文化発信地として若者で賑わっている。最寄り駅は台北都市運松山新店線と台北都市運番南線の西門駅。台北の原宿あるいは台湾の渋谷などと呼ばれ若者の情報発信基地となっている。台湾のファッションサブカルチャー。 オタク文化の発信源ともなっている。日本統治時代から映画の街として知られ、2012年現在でも複数の映画館が立ち並んでいる。サ門町という名は現在では正式な地名ではなく、通称だが、元は日本統治時代の町名だった。本来のサ門町は2012年現在の地名では、生徒路、生命南路、混迷街、皇帝路にあたる。 これが廃止後も通称として残ったが、戦後の西門町という商業地区は日本統治時代の町名、西門町より広く、昔の若竹町と新基町も含まれている。町の字は本来田畑のあぜ道を指す字であり、日本語以外で、町は町の意味で使われていないため、西門町は中国語圏では特殊な用字の地名である。本来であれば町名などの地名には、 町の字が普通であり、町自体が頻度の高い漢字ではなく、中国語圏で他に、町を用いた地名は、雲南省の町があるくらいである。西門モン路。日本統治時代は商店街であった。2000年7月22日の火災後、取り壊しを免れて文化施設に転換されているかつての台北城西門の外側にあたる地域で、 日本統治時代初期の1890年代後半、荒れ地だった門外に浅草のような日本人向け繁華街が建設された。その中でも初期に建設された娯楽施設は台北座や栄座であり、1908年に完成したサイモン市場の赤レンガの建物、八角堂は残存している。1930年代には映画館街として栄えたサイモン町は、 第二次世界大戦後、中華民国と共に大陸から逃れてきた人々の繁華街として発展した。1950年代から1960年代にかけてはダンスホールや本パオ女王と呼ばれる歌劇場が立ち並び、戦前の上海歌謡や香港の流行歌謡などが演奏され、大陸を懐かしむ人々が通っていた。など黒社会組織が門町を足場に、 暗躍したのも、この時期である。1980年代には、台北東部の新市街の発展により、活気を奪われていた、西門町は、1990年代後半以降、歩行者天国となり車の立ち入りが制限され、年配向けの繁華街から若者向けの繁華街への転換が進み現在に至っている。駅を出ると、まるで、渋谷駅。 八高口界隈を一回り小さくしたような風景に出会う。その中に渋谷の109のようなファッションビル、誠品116がある。台湾で有名な誠品書店が経営するビルである。美容院やカフェ、レストランなどのほか、日本の書籍、雑誌、CD、フィギュアや洋服などを売る店も多い。戦術の誠品116のほか、万年商業、 タイロー、シシリン広場、バンコク百貨など若者の集まる店が集積したファッションビルが立ち並んでいる。牛肉麺やロニクハンをはじめソーセージや麺類、アイスクリーム、タピオカドリンクなど気軽に食べられる場所が多く、夕方になると食物の屋台も並ぶため夜市のような雰囲気を味わうことができる街でもある。発表順。ありがとうございます。